ない。お師匠様、なんてお人だ。こうして私は土の中で自ら生き絶え、修行を完了させたのだ。私の名前は西条法師。88歳を迎えた私は即身仏になることを決めた。即身仏とは、世界の平和を願うために修行を積んだ高僧が自らミイラとなるもので、3000日間にも及ぶ仏教の修行における究極の形だ。残酷だと思っただろうか。どうして私がそのような修行をするに至ったのかご説明しよう。私は生きていくのがやっとの貧しい家庭で育った。兄ちゃん、お腹が空いたよ。よし、待ってろ。食に困った時は隣村の大きな寺を訪ね、干し柿を少し分けてもらった。この干し柿が美味しくて、和尚様が私にとっては本当に神様のように思えたんだ。ある時、和尚様が修行に出ると聞き、寺まで見に行った。高齢な和尚様でも修行に出るのかと思い、他の坊さんに聞いたところ、即身仏になられると教えてくれた。私はその時、いつも優しかった和尚様の顔を思い浮かべ思ったのだ。私もいつか即身仏となって、村の人々や生きとし生けるものへの救済を行いたい。そこから私の行動は早かった。親兄弟を説得し、すぐに寺へと入信した。だが修行中、和尚様が病で息を引き取ったことが伝わった。とても悲しく、同時に恐怖を感じたのを覚えている。即身仏になるための修行はどれほど過酷なのだろうか。それから何十年と経ち、それでは行くか。準備はいいな。はい、大丈夫です。参りましょう。私は愛弟子を2人連れ、修行の旅へと踏み出した。即身仏になるためには、最初の修行である黙食修行を行わなければならない。黙食修行とは体作りである。具体的には、山で厳しい修行をしながら五穀を千日間経つというものだ。お前たちは私に遠慮しないで、米も食べていいんだぞ。いえ、黙食行が終わるまではお供いたします。その後、山を下り、托鉢をしながらさらに十穀を千日間経つ。その間、口にできるのは木の実、木の皮、木の根、山菜、キノコ、タケノコのみ。その名の通り、まさに黙食というわけだ。もちろん托鉢をしていれば、人から食料や布施をもらうことも多い。それらは別の困っている人々へと渡してゆく。さあ、これを。ああ、ありがてえ。ありがとうございます。これを伏せの行という。こうして最初の修行を終える頃には、約5年半が経過している。あまりに過酷な修行ゆえ、ほとんどの修行僧は途中で命を落とす。まさに命を懸けた修行なのだ。今、帰ったぞ。最上法師様がお帰りになられたぞ。すぐに準備を。お師匠様、こちらへ。すでに体からは余分な脂肪や水分がそぎ落とされていた。私は加えて47日断食を行った。内臓の腐敗をなるべく止めるためだ。そして47日後。お師匠様、こちらを。ありがとう。そして体には毒だが、漆の樹液を飲む。
これも腐敗を防ぐためだ。そしてここからが最後の修行、道中入場だ。道中入場は地面を深さ3メートルほど掘り、そこに置いた石の室の中で死ぬまで度胸をするというもの。石室の中には座禅を組みながら入れる木箱が用意されており、中に僧侶が入ると蓋がされ、土がかけられる。絶対に自分では這い上がれない状況だ。酸素や水の確保のために天井には竹筒が刺さっている。さらに箱の周りには木炭、これは湿気を避け匂いを取るためだ。用意が整えばただひたすらに経を読む。毎日決まった時間に弟子が上で鈴を鳴らすと、私も竹筒についている鈴を鳴らす。そうして中からの反応がなくなると、弟子たちは師匠が成仏したことを知るというものだ。それでは行ってまいる。はい。これ泣くな。私はいつでもお前たちのことを見守っているよ。お師匠様。そうして私は道中入場を行った。来る日も来る日も経を唱え続けた。わかるのは、毎日弟子が鳴らしに来る鈴の音が鳴る時が朝の10時ということだけだ。そうして鈴が鳴らない。お師匠様、なんてお人だ。こうして私は土の中で自ら生き絶え、修行を完了させたのだ。掘り出された私は形を整えられて、再び土の中へと埋められ、千日後、再び掘り出された時には、きれいにミイラ化していた。弟子たちが丁寧に祀ってくれたおかげで、私は無事に即身仏へとなり得た。しかし当時から、こんなことをして意味があるのかと、疑問の声も上がっていた。実際に意味があったとは言えない世の中になってしまったのも事実。それでも私は、もし誰か一人でも救われるのであれば、即身仏になったことを後悔などしないさ。